軽音オリジナルサウンドトラックはテレビアニメ軽音のサウンドトラックシリーズ。収録曲は作中で用いられたバックグラウンドミュージックや劇中歌 CD に収録されなかった楽曲を中心に構成されている。2009年6月3日にポニーキャニオンからリリースされた桃石元によるサウンドトラックでフュージョンやテクノを駆使したポップス調に仕上がっている。 初回限定版には4人のジャケットイラストを使用した写真風カードが封入されている。2013年3月20日に発売された軽音ミュージックヒストリー S ボックスのディスク9と同内容。テレビアニメ第2期軽音のサウンドトラック。2010年7月21日にポニーキャニオンからリリースされた。ボーカルトラックとして第6話梅雨。 の劇中歌である同様、雨降り、及び第8話、進路の劇中歌である同様、うさぎと亀が収録されている。また、初回限定版には、ジャケットイラストを使用した写真風カードが封入されている。歌詞カードには、桃石元のライナーノーツがある。劇中歌の CD と異なりチャートの上位にランクインするほどではなかったものの、 アニメのサウンドトラック CD としては比較的好調な売れ行きを示した。2013年3月20日に発売された軽音ミュージックヒストリー S ボックスのディスク10トラック1から20と同内容。テレビアニメ第2期軽音のサウンドトラックの2枚目。2010年10月6日にポニーキャニオンからリリースされた。ボーカルトラックとして今まで CD 化されていなかった第1話、高3の劇中歌である、桜が、岡女子高等学校校歌。第9話、期末試験。劇中歌である、筆ペン、ボールペンが収録されている。また、初回限定版には、ジャケットイラストを使用した写真風カードが封入されている。歌詞カードには、桃石元のライナーノーツがある。 2013年3月20日に発売された、K、軽音、ミュージックヒストリー、SBOX のディスク10、トラック21から40と同内容。劇場版、アニメ、映画軽音のサウンドトラック。2011年12月21日に、ポニーキャニオンからリリースされた。初回限定版には、ジャケットイラストを使用した写真風カードが封入された。歌詞カードには、 桃石本のライナーノーツがある。2013年3月20日に発売された、軽音ミュージックヒストリー SBOX のディスク11と同内容。ありがとうございます。